続いて第2位、ファン獲得なるか。この方、斉藤優里の乃木坂マル秘ランキング。ゆったんはすごい、みんなの体をすごい触りまくるんですよね、いつも。そうなの？今日はそんなゆったんの普段の研究の賜物である、ある乃木坂46のマル秘ランキングを発表してもらいたいなと思います。なるほど、それでは参りましょう、どうぞ。今日は私、斉藤優里が手のひらで得たデータをもとに乃木坂46の美尻ランキングベスト3を発表したいと思います。ではまず第3位から、じゃじゃん、井上さゆりのお尻です。私は本当はでかい尻の方が好物なので、小尻が好きじゃないのですが、井上さんのお尻は形がキュートなんで好きです。よって美尻第3位でございます。続いては第2位に移りたいと思います。じゃじゃん、江藤美沙のお尻でございます。美沙は触らせ上手、登山家がそこに山があるからこそ山に登るように、美沙のお尻もそこに美沙のお尻があるからこそ触ってしまう、そんな誘惑のお尻なんです。今はご覧のようなラインでピチピチですが、年を重ねてたるんできたから最高のお尻になる、今後の成長が期待できるお尻、よって美尻第2位でございます。やだ、やだ、マジで1位気になるね。続いては第1位の発表でございます。ドゥルル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 ル、じゃじゃん、白石麻衣のお尻でございます。この熟れたお尻、凝視ください。これぞ乃木坂最強のお尻クイーンオブヒップ、肉付きが最高にいい、手が吸い込まれるんじゃないかってくらいフィットする、ちょっとたるんだ大人のお尻感がたまらない。文句なしの美尻第1位でございます。終了しました。最後はかぶりつきたい。さあ、回るか回らないか、どうぞ。回るのか、おっと、スティーブ菅さんは、あー、菅さんついたよ。だけど大成君はね、ちょっとエッチなものは押しません。ということで、ファン獲得失敗。刺激的なランキングはちびっこに響かず、セクシー斉藤先生にお仕置きです。メガメガか。ということは目がはっきり見えるってことですよね。メガネ取ってみて、メガネ取って。すげえな、このクリーム砲。どうですか斉藤、かぶりつきたい。ああ、もうね、なんでキャラ変更ですか。